鈴本演芸場、鈴本演芸場正面入り口地図、鈴本演芸場は東京都台東区上野2丁目上の鈴本ビルにある寄せ。経営は有限会社、鈴本演芸場。都内にある落語定石の一つであり、落語を中心に色物芸も多数上演する。他の寄せとは違い、落語協会所属の芸人しか出演できない。江戸期の安政4年。 軍団石本木亭が上野広高寺に開設された。創業者は原石亭の祖先で三代目本牧屋千之助という。明治維新後に平民名字必ず将棋無礼が出ると龍介を含む一族は鈴木姓を名乗ったが住民の宗教信者によるお題目の大声称が城内にまで響き営業の首相になった。初代石亭は一景を案じて、 本木亭を閉鎖し、別の落語、色物の席を作った。席の名称は、鈴木と本木を合わせて、鈴本亭とした。関東大震災後に現在地に移転。鈴本演芸場への解消時期は不明だが、毎月10日ごとに出演者、演目が入れ替えられている。落語協会の2つ目が出演。自主工業で運営され、日曜日に開催。十字会演。 11時30分前後終了。入場料500円。1回の開催で2つ目の落語家が4人上がる。建物管理の都合上、2018年9月30日をもって一旦休止となっている。都内の他の定席寄せと違い、落語芸術協会の公行は行われていない。当初は他の寄せと同様に落語協会と 落語芸術協会が交代で工業を行っていたが、工業成績不振のため落語協会と合同での番組編成を落語芸術協会に席定が提案したところ、確出が生じ、1984年9月以降、落語芸術協会の工業は行われていない。以降、実質的に落語協会専用寄せとなっている。また、 他の寄せで行われている五大木演学一門会、落語立川流所属落語家の例外的な出演も、鈴本演芸場は原則認めていない。年に数回余り一恵で行われている落語教育委員会の新メンバーに選ばれた窓科学一門会所属の三遊亭健康は、鈴本演芸場には出演できないため、当初で行われる落語教育委員会の興行には必ず、 落語協会所属の落語家をゲスト出演させている。前席自由席当時の当席三代目、席帝、鈴木光一郎は養子であり、五代目古本帝、今助の親戚であった。今助は落語革新派壊滅の後、鈴本で働いていたことがある。ただし寄生や芸事で働いていたわけではない。両長読み比べると、終戦直後の鈴本が何で食べていたか。 はっきりと理解できる。ありがとうございます。